のことは何でもさせてあげるから。え、それはこの衣装でってこと？ちょっとそれ次第で4ヶ月待てるかどうか決まるよ。俺は再び後ろを向かされ、その間にカノはまた着替えていた。元の服に着替えたら抱きしめるくらいはしてもいいのかな。あ、着替えちゃったか。もうあのコスプレ衣装というコンテンツでエロいことするのは何が何でも4ヶ月待たないといけないわけね。ただまあ、当初の目的は果たした。カノの口ぶりでは4ヶ月後に着るのを決めたみたいだ。俺の都合で言えば、こんな可愛い恋人を人前出さない方がいい。でも、カノはきっと人前でコスプレしたかっただろうから、長年の願いが叶ってよかった。あ、決してお前の独占欲だけの意見じゃなかったんだ。カノはコスプレしたそうだなっていう考えがあったから、そんなにコスプレを推していたのね。カノが自分の見た目に自信を取り戻せればいいな。はい、このイケメン彼氏。カノの知らないところでどんどんポイント稼いでんだけど。お待たせ。やりたくてやりたくてしょうがなかったんじゃん。コスプレ衣装でやっちゃってもよかったじゃんか。そんなに汚すの嫌か？あのコスプレ衣装。わ、後ろから飛びついてきたのでびっくりした。なんか機嫌良くなってる？あ、コスプレできるわ、やったぜみたいな感じの機嫌の良さなのかな。それとも待ち待ったエッチいことだぜっていう機嫌の良さなのかな。背中に当たる強烈な巨乳の圧力、相当に機嫌がいいぞこれは。おっぱいの圧力次第で機嫌の良し悪しわかんの？カリシルク高まりすぎだろお前。出たよね。やるやんけ、結局。コスプレ衣装、着ようが着まいがあんま関係ねえじゃねえか。ん？かわいいって言って。かわいい。こんなにベタベタなカノ珍しいな。体温以上に暖かい声でカノがおねだりしてきた。最後にいるので顔は見えないのが残念だ。そんな状況にいるお前本当に残念だな。めちゃくちゃ可愛い顔してるぞ今。顔も声も甘え方もカノの全部が可愛い。あ、甘え方？甘えてるかな私。言われてみれば甘えたいかも。めっちゃ甘えてる。お前誰？だから共通ルートを長くやってるから、カノの表現ぶりにびっくりしちゃうんだけど。じゃあ、もっと好きに甘えていい？さらなる高みを目指していく感じ。いや、あの天の弱気質だったカノが自ら進んで甘えようとする行動どんな感じなのか気になるね。めちゃくちゃ甘やかしたいに決まってるだろ。めっちゃ可愛がりたいから、めっちゃ甘えてほしい。来いよ。来いよ。なあ、そんなドラマのイケスカネ主人公みたいな感じのセリフを引用してきた？これにはみんなにっこりじゃないか。いや、猫キャラっつったらしようかなと思っていたけど、カノにもその資質あったか。両手を猫の手形に構えたカノが、俺の膝の上へ転がり込んできた。自分が可愛い行動を取るのに、抵抗あるはずのカノが、これするのに、めちゃくちゃ勇気いったんだろうな。愛しい。いいな、その裏背景を考察する感じ。黙って目の前の彼女可愛いなっていう意見でいいじゃねえか。よし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 。ちょっとスケマさんには懐かれていないし、主人公にとって人生初めての動物から甘えられてる状況なんじゃないか今。これじゃあ遊ばれてるみたい。もっと女の子扱いして。めんどくせえなこいつ。むずいって。メス扱いしてるつもりだったんだけど、女の子扱いがいいんだね。頭と顔をしっちゃかめっちゃかになってたら、体をジタバタさせながら、いやいやされたお子様みたいだ。あ、つまりプリンセス扱いしろと。女の子は誰しもディズニープリンセスだからな。じゃあ、片手を握りつつ、反対側の手を後頭部に添えて顔を起こすと、カノの顔が真っ赤になった。この猫、可愛すぎる。好きにしてにゃ。おい、喋んな、お前。設定ブレブレなんだよな。好きにしろと言われたので、喉を撫でておでこに触れると、ニャーニャー言って、頬をこすりつけてきた。めっちゃ甘えてくるな。この猫、珍しいな。猫の皮かぶった犬にしか見えないんだけど。ちょっとこの感じで、お尻のあたりポンポンとか叩いてくれないかな。猫大好きだよね、その行動確か。カノって、もし自分の見た目のことで嫌な思いをせずに育ったら、こんな風に可愛い女の子として振る舞いたかったんだろうな。いいのよ、いちいち。ちょっと暗い背景を考察するのは。目の前にいるカノに集中しろよ、今は。だけど、もしカノが人懐っこくて、アクティブな性格なら、こんなに可愛くて胸の大きい子を世間が放っておくはずはないので、俺なんて付き合えなかっただろう。カノがした嫌な思いを肯定するつもりはないけど、その結果、こうして俺の恋人になってくれたんだから、巡り合わせのようなものに感謝しよう。まあそうだね。くしくも主人公の彼女候補として、重たいトラウマがある的なポイントはしっかりと押さえてるわけだからね。今目の前にいるカノは、これが何の黒歴史もない、まっさらな状態のカノだったら、主人公の彼女候補に上がらなかっただろうし。胸とかももは触らないんだ。おい、猫におっぱいついてるわけねえだろ。なんで微妙に人間になろうとするのお前は。そう、それは抑えが効かなくなると正直今日はもう。お前は人間ポジションを貫き通すな。逆ったオスだったら今日何回射精したとかそんなつまらんこと考えずに己の欲情に身を任せるぞ。明日楽しみにしてるね。でもおへそだけいじってほしいな。マニアックだな。おへそですか。くすぐった。気持ちいい。
もうこれルートの最終回なんじゃないかぐらい綺麗だな。こんなに教科書通りにラブラブなカップルの様子を見れると思わなかったな。俺にお腹を撫でられて、カノは幸せそうに笑った。おへそ、好きなのかな。ちょっとメモっとこう、主人公。はみ出しクリエイティブ。